ぶっちゃけめっちゃ楽しいです意外と日本人って受かるっぽいです。あ、 MBA ってやっぱ2年かかるしすごくお金もかかると思っていたんですけれど、はい、こんにちは。こんにちは今日はですね、前回の動画でリーズを案内してくださったマキコさんと動画をまた撮っています。今マキコさんは、リーズ大学で勉強されてるということで、はい、リーズ大学ビジネススクールというところで MBA のコースを取っています。 MBA のコース、はい、ということで今回そういう MBA の話とかイギリス留学についての話をいろいろと聞いていきたいと思います。はい、まあ、今イギリスで MBA を勉強されてるってことですけど、イギリスに来る前って何されてたんですか？私、もともと大学を卒業してからずっとメーカーで働いていて、はい、まあ、会社は2回転職したんで、まあ、合計3社なんですけど、どれも結構そこそこの規模のメーカーで、はい、メーカーの中で最初の2年ぐらいはちょっとこう商品企画をやっていたんですけれど、はい、その後はずっとリサーチとか市場調査、はい、マーケティング的な、そうですね、はい、ことをやってきました。結構長い間日本でかなりいいところの、うん、で働いていた経緯があってなんでこのタイミングでイギリスに留学しようと思ったんですか？率直に言うと大きく2つあって、はい、1つはやっぱずっとこう消費財っていういわゆるこうお客さんコンシューマー相手に何かを売る商売をし続けていると、はい、まあ、ずっとものすごく忙しくて、うん、そして毎年毎年新製品もたくさん出ていて、はい、それに伴ってリサーチも、ずっとこうやっていって走り続けていくし、うん、アウトプットアウトプットアウトプットっていう風になってきて、はい、アウトプット地獄になるんですよね、はい、でなかなかこう自分に対してインプットする時間がなくって、うん、落ち着いて1回インプットする時間が欲しいなというふうに思って、はい、会社を辞めるか休むかして1回大学で勉強したいなと思うようになったっていうのが一つ、はい、もう一つはやっぱちょっとこう昔から海外の大学に行ってみたいって、うん、ありますね、はい、ぶっちゃけて言うと、はい、まあ、行ってみたかった。ありますよね、はい、確かにですね。でまあ、ヨーロッパに住んだこともないしヨーロッパ住んでみたいっていうのと、うん、MBA とかに行くと、まあ、その国の人じゃなくだけじゃなくて、うん、いろんな国からこう留学生が来るので、はい、まあ、そういう人たちと一緒に交流をする時間を持てたらいいなっていうのがあって、うん、はい、昔から行きたいなと思ってたもののなんとなくこう実現しないのがずっとずっと来て、はい、いやもう今ここで行かなかったら一生行かないかもしれないし、一緒行かないまま終わったら人生どっかで後悔するかなっていうのもあって、はい、ちょうどいろんなタイミングがあっていいタイミングだったっていう。そうですね、海外の大学行ってみたかったっていうのとかもあったりとか、うん、今までのキャリアとかから考えても多分他にもいろんな学部が選択肢に、うん、としてはあると思うんですけど、はい、まあ、その中でなんで MBA にされたんですか？私、まあ、マーケティングリサーチをずっとやってきて、それを続けていくとどん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 こう深くなっていくというか、専門職なので、はい、周りもその専門性を求めていくと、はい、さらにその自分の中で深くなっていって、うん、このままいくともう本当にこうなんていうか狭いところに深くこう入っていくっていう感じになるんだろうなと思った時に、 MBA ってこう広くビジネスをのことを全て学ぶっていう学部なので、これまで狭くこうガーッと専門的にいったところを一回ここでこう広げていくっていうのもいいのかなと思って。確かに今後のキャリアとか考えたらいいかもしれないですね。そもそもその MBA が広く一般的にビジネスを学ぶっていうものだっていう認識って知れ渡ってないと思うんですけど、そうなんですよね、私も改めて調べて分かったっていうそのまず MBA が何の略なのか、そう、何の略か私分かってないに今聞いてますそうなんですよねMBA は Master of Business Administration なんですよ、はい、なんでビジネスにまつわる、まあ、全てのことのマスターっていうことになるんですよね。なので本当にこう会計みたいなところだったり、はい、人事
的なこと、うん、People and Behavior in Organization とか、はい、じゃあ HR とかがやるようなこととかもやるってことですか、うん、やります、はい、あとまあもちろんマーケティングとかストラテジーとかもあるんですけど、はい、まあ、ビジネスをやるにあたって必要なことを一通り全部やるっていうのが MBA なんですよね。なんか逆に専門職を追求するようなイメージだったんですけど、そうじゃなくてジェネラルなビジネスの知識が全て学べるっていう感じなんですね。はい。じゃあ今までキャリアを重ねてきた中で、今回唐突にイギリスに MBA 留学するぞって、まあそういろいろなきっかけがあって思ったと思うんですけど、はい、スケジュールとしては行きたいなって思ったのが2020年。そうですね、まあ、2019年の終わりぐらいに行きたいなと思って、はいはい、で新年2020年を迎えて、よし行くぞと思って、はい、で実際にこう投影したのが2021年の9月。そうです。おー、すごい長いスパン で。そうなんですよね、はい、でも MBA の試験って大体こう1年前ぐらいから入学の申し込みが始まるんですよ、はい、なんで9月に、まあ、入ろうとしたら、はい、10月ぐらいにはもう書類をある程度揃えて出すっていうのが、はい、前年の10月ってことですよね。そうです、そうです、はい、なんで、まあ、1月に決意したら約10ヶ月ぐらいの準備期間っていう、うん、ああそうですね、出願に向けてはってことですね。そうです、そうです。確かにイギリスの大学院はだいたい10月から出願が始まって、ローリング形式のっていう、早く出願しただけ早く内容を見てもらえるっていう仕組みですよね。そうです、ね、なんでまあ大体10月から出願を始める人が多いのと、まあ遅くても年内みたいな感じですね。で年明けの人もちらほらいるけど、まあ年内に出せたらいいよねみたいな流れですよね。そうです、なんか決まっちゃうと、まあそうです、ね、終わりになっちゃう、枠が埋まっちゃったら終わりっていう感じのスタイルをローリング形式っていう、まあイギリスの大学に特殊なシステムですね。ということで、うん、10月に出願を目指して、目指してなんで、まあ、10ヶ月ぐらいの準備期間、はい、まあ、1月から勉強を始めて、はい、進めていったら、まあ、3月ぐらいからこうコロナがやってくるわけですね、はい、で急にこう会社も全部在宅勤務になって、はい、まあ、いろんなこう事業とかやる計画があったものが全部こう計画の変更をしたりしなくちゃいけないっていう風になってしまって、はい、それでも仕事が一時期ごった返してしまって、それどころじゃない、勉強どころじゃないっていう、はい、確かにそれが社会人留学の難しいところですよね。そうですね、仕事もありつつ留学準備をどう進めていくのかっていうところはありますよね。まあその分でもね、コロナだと夜遊びに行ったりとかもできないですし、土日遊びに行ったりとかもそんなにできなかったので、はい、まあ、その分別の時間で勉強して、あ、まあ、なんとかなんとか、はい、IELTS も点数が届いて、はい、出願をしました。まず英語の試験を取らなくちゃいけないということで、ね、IELTS っていう、IELTS、はいはい、これも聞いたこともなかったIELTS というもの、確かに日本だと TOEIC とかの方が主流ですもんね。そうですよね、はい、TOEIC は受けたことがあるけど、なんだ IELTS ってっていうことから始まって、はい、で、まあ、とりあえずあのテキストを買って過去問題やってみたら、はい、もう全くわからないみたいなこれはやばいっていうところから、はい、始まったので、まずその英語の勉強、確かに IELTS の資格っていうので、はい、そこがまず大変だったかなと思います、はい、出願準備ってIELTS 英語の勉強と、はい、パーソナルステートメントっていう志望動機書みたいなのと、はい、うん、推薦状、上司とか学校の教授とかからの推薦状、あと何かありましたっけ、あとまあ大学の成績とか、あ、大学の成績とかですね、もろもろの卒業証明書とか、うんうんうん、そういう書類関係と、私の場合はあとポートフォリオとかがあって、うん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 、クリエイティブ系だとポートフォリオとかがあると思うんですけど、MBA ってなんかそういうのありますか？ MBA はそれ以外に GMAT っていう、はい、まあ、いわゆる共通一次試験みたいな、ものがあって、はい、英語で、まあ、ちょっと数学的な内容だったりとか、はい、なんかこう論理的な問題とかを答える、まあ、そういう試験があるんですけれど、はい、それのスコアが必要な大学が結構多い、ただ必要ない大学もあります。それはなんか IELTS みたいな感じでどっかに受けに行くんですか？そうです、そうです、日本国内で。そうです、はい、それもじゃあ準備が必要っていう感じですか？準備が必要という感じですね。ただ私は結局、その GMAT が必要のないリーズ大学に来てしまったので、それの勉強はまあ
ちょっと始めたもののやらないまま、はい、終わりにしました。そうなんですね、はい、それあったら結構大変そうですね。いやそれはすごく大変で、やっぱりそれはあったらちょっともう1年勉強しないと難しかったかなっていう感じなんです。全部英語で、全部英語ですね、受け答えというか、はい、書くみたいな感じですか、はい、そうですそうです。やっぱり GMAT はみんな結構な時間をかけて、はい、やっているものです。私そもそもそれが絶対にないと MBA って入れないものだっていうふうに思い込んでたんですけれど、はい、まあ、ちょっといろいろ調べていったらイギリスではまあそれがなくても入れる大学は結構あるっていうのを知って、はい、あそれだったらまあ自分でも今年行けるかなっていうのもあってスタートさせたっていう部分も分かります。確かになんかそのイギリス留学って多分特殊じゃないですか、ちょっと、うんうんうん、日本の感覚で行くと大学院に行くみたいになるととりあえず試験受けなきゃいけないんじゃないかみたいなのが私もあって、うんうんうん、それが書類だけ出して出願して出願料もかからないし、うんうん、なんか失うものなんもないなって思ったんですよね、受験に関しては、うん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 、で本当になんかすごいハードルが高いように見えて別に思い立てば誰でもできるっていうか、うんうんうん、リスクが全然ないっていうのはすごい思いました。そうですよね、はい、なんかでもそこら辺すごいイギリス大学院留学とかって聞くとすごいハードル高いものに聞こえますよね、うんうんうん、私もでも自分で行こうと思って調べてみるまでそれは分かっていなかった。そうですよね、そもそもそのイギリスの大学は大学院は1年なんだっていうのもちょっと改めて知ったっていう感じでした、はい。MBA ってやっぱ2年かかるしすごくお金もかかると思っていたんですけれど、はい、まあ2年と1年だったらやっぱ1年の方が学費も安いですし、生活費も安いし、確かにそこもやっぱりイギリスで MBA やるっていう一つのなんか利点かなっていうふうに思いますね。確かにそうですね、なんか私もイギリスで勉強したい、イギリスの大学に行きたいっていう思いは昔からあって、でもまあその時は別に2年とか1年とかもうそういうの考えてなかったんですけど、なんか社会人になってから勉強を海外にしに行くってなって、また2年学ぶって結構長いなと思って、1年っていうのすごいなんかいろんな意味で お手頃だなっていうふうに思います。1年でマスター取れるってすごいなっていう、ちょっとやっぱり心のハードルが下がる部分はそうですよね、あります。ただちょっと来てみるとね、やっぱ1年でこう全部詰め込むの で、ね、インテンスですね、大変だぞっていう気がつくんですけれど確かに。あと MBA は必ず面接があるんですよね、はい、それでちょっとまあ面接対策みたいなのを、ね、最終面接的な感じですよね。そうですね、書類が分かった後に、そうですね、どんな感じでした面接は。オンラインなんですけど、はい、私すごい最初緊張してどんな感じなのか分からなくてすごい緊張して始まったら、その画面の向こうはものすごいリラックスした格好した、そうなんですよ、なんかフリースみたいなのを着た、まあなんかいい優しそうな、まあ、教授なんですけど、はい、本当はすごい偉い教授なんですけど、すごい気軽に、はい、今日はお話聞かせてもらうねって、そんなに緊張しないでいいよってリラックスして、うん、単純に君のこと知りたいだけだからって言って始めてくださって、うん、じゃあ割とカジュアルな面接って。そうでしたね、私の場合は結構どの大学ももう最終面接まで来てれば実は受かってるんだけど、まあちょっと確認だけみたいな、本当にそこで相当やばくなければ多分そこまで来てれば受かるみたいな雰囲気だったんですよね、なんとなくっていうのを思ったんですけど、 MBA はそんなことないですか、どうですか。書類を出して早く合格 通知が来て、 で面接をしますって言われた人はまあ大体受かるんじゃないかと言われてはいたんですけれど、はい、これリーズ大学なんですけど、はい、面接の内容で奨学金のパーセンテージが決まるっていうのがまたあって、その面接の結果あなたの奨学金は30% 出しますとか、あ、大学から出る奨学金ってことですね。そうなんです、そうなんです、はいはいはい、あってそれがまあかかってたので、あ、なるほど、ちょっとこう緊張感があったっていう感じですかね。何個受けました。準備はいっぱいしてたんですけれど、はい、リーズ大学ともう一つ受け出したところですぐリーズ大学からお返事をいただいて、まあ、受かってしまったので、はい、もうそのリーズ出願自体はじゃあ2個してて、はい、まあ、もっと他にもしようとは思ってたけどリーズで決まったって感じですね。そうですね、リーズ大学はじゃあ結構志望度が高かったってことですね。そうですね、もともとまだコロナになる前に、はい、
リーズ大学のプログラムダイレクターの教授が日本にたまたま来て、はい、あの説明会をやっていたことがあったんですよね。留学フェスティバル的な感じですか？じゃなくて、まあ、そうたまたまそのリース大学だけのためにちょっとしたあの説明会をやっていて、はい、でそこにあの私行っていたんですね、はい、でそこでその先生すごくいいなって思ったのと、まあ、いろいろこう話を聞いたら なるべくこうクラスをあんま巨大にしなくて、だいたい60人70人ぐらいっていう、まあ、予備園しては結構小さいんですけど、予備園ってまあ150人とか300人とかクラス全然あるんで、あのすごい小さめのクラスにして自分の名が全員に行き届くようにしていて、その中でなるべくこうメンバーがみんなでディスカッションしたりとかしながらこう1年間過ごしていくようにしているっていうのを聞いて、なんかそれすごくいいなと思って、いいですね、なんかその60人ってだけでも私は結構多いなと思って今思いましたけど、うん、でもそのちょうどいいかもしれないですね。なんか割と広く人脈も作れて、うんうん、かつでも少人数だから濃密なディスカッションとか関わりがあるっていうのは、うんうん、卒業後のあれにもつながりますしね。あとはまあそのクラスの出身国が15カ国ぐらいからだいたい来ているっていうふうにも聞いて、はい、なるべくいろんな人とお知り合いになりたいなっていうのもあったので、うんはい、例えばイギリス人ばっかりに偏るとか、うんまあ、インド中国系の方がばっかりがいるっていう大学も中にはあるんですけど、うんはい、いろんな国から来るっていうのもいいなと思って、はあ、うん確かに選ぶときにその学校名じゃなくてなんかそういういいプログラムの先生がいるとか、うん、なんか自分が本当にやりたい分野に強い大学とかを選ぶのってすごい大事だなと思いました。そうですよね、はい、私も全然知らない頃は本当に MBA ってもうその超一流の学校にしかないものだと思い込んでたんですよね、はい、でもそんなところになんか自分が入れるとも思わないしちょっとこう自分とは無縁のすごい人たちが行く場所みたいな思い込んでた部分があるんですけど、はい、すごくたくさんあのイギリスに MBA を提供している大学たくさんあるので、はい、いろいろ調べてみると自分に合ったところが見つかるかなと。やっぱ大学によっても特色も違うし、うんうん、全然違いましたね。面接の雰囲気とかも違いましたね。私2つしか受けてないですけど、その2つでもあの雰囲気全然違いましたね。今までの話が、まあ、留学前の話で、実際に、ね、イギリスに来て留学生活が始まってみてどうですか？授業とか、まあ、生活もそうですけど、実際に来てみた感想というか。ぶっちゃけめっちゃ楽しいです。MBA の人たちってツイッターとか見てるとすごいヒーヒー言ってますけど、マキコさんなんか超楽しそうですよね。そうですね、多分の私のツイッター見てくださってる方はなんとなく気がついてると思うんですけど、こいつ楽しそうだなみたいな、遊んでますよねみたいな、旅行しまってるしみたいな思ってるかなと思うんですけど、楽しくやってますね。はい、日本だと社会人になっちゃったらもう学生に戻るっていう選択肢がすごい少ないと思うんですけど、海外とかヨーロッパだとすごく普通で、特に MBA だと逆にキャリア重ねてないと入学できなかったりとか、そうですね、っていう経歴があってからの MBA っていうのが当たり前なんで、逆にマキコさんみたいに日本で長い間キャリアを積んでから MBA に来てるからこその余裕っていうのはあると思うんですね。そのビジネス面でもさっきもおっしゃってましたけど、ビジネスですでにあこういうケースってやったことあるなとか、実際の場で実践で経験したことあるなとか、こういう時の対策ってこうだよなとかっていう実践で積んできた知識があるからこそ、割と MBA やりながらでもイギリス生活楽しめてるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど。そうですね、なんか授業でも、まあ、いろんなジャンルのことを勉強するんですけれど、それでも大体あこういうの会社であったなと、こういう時本当に苦労したよなっていうのとかがあって、で、まあ、その授業 あの理論とかを聞くと、あこういうことにもちゃんと理論があって誰かがこうしっかり考えてくれてるんだなっていうのが あるので、割とこう入ってきやすいっていうのは、ね、うそういう経験があったからこそ入ってくるし、 それがまた卒業後に活かせるっていう感じですよね。それはあると思いますね。そうだから本当に留学って高校生とか大学生のためのものじゃなくて、社会人になってからの留学って本当に社会人を経てからこそ得られる部分がすごい大きいなっていうふうに思います、ね、すごい大きいなと思いました。そして、はい、
私も結構いい年で来てるなって思い込んでたんですけど、まあ、来てみたら全然自分より年上の人もたくさんいるし、はい、NBA なんて特に50代とかもいますんで、はい、全然いつからでも遅くないんだなっていうのをすごい来て思いましたね。確かに NBA とかは特にそうでしょうし、まあ、なんかどんな学問でも本当遅すぎることないなっていうふうに、私もそれこそ全然キャリアチェンジのために新しいこと学んでますけど、なんかそれが今までのキャリアが全然違う分野だったからとか、大学で学んでたことが違う分野だからっていうので、私も受かんないだろうなって思ってたんですよ、もうジャンルが違いすぎて、っていうふうには思ってたんですけど、それこそね、さっきも言ってた通り、別に出願するのタダですから。いや、そうですよね。失うものなんもないんで。出願してみて受かって、意外と、受かるじゃんみたいな。5個出願して、で、1個は本当にそのワイルドライフフィルムメイキングのトップ校みたいな。その業界でキャリアがある人しか取ってませんみたいなところだったんで、そこだけ受かんなかったんですけど、あと今受かったところを3つドキュメンタリーのコースで、出願して、そっちも全部受かったんですけど、そうなんです、ね、意外と日本人って受かるっぽいです。あ、それでも聞きました。ちょっと本当かどうかは分からないけど、やっぱ日本人は結構こう真面目にやるし、クラスでもなダイバーシティが欲しいってなった時に、絶対アジア枠ありますからね、東アジア枠そうですね、なんか日本からの、で MB は特に行ってみて私も知ったんですけれど、いろんな教科書とかケーススタディとかに日本企業の話ってすごくたくさん出てくるんですよね、私のイメージではもうトヨタさんとか大きなところしか乗らないのかなと思ってたんですけど、本当にいろんな会社の話がこうあって、モデルケースとしてあるんですね。モデルケースとしてあって、その度にマキコ日本だけどこれどうなのみたいな、実際にこうなのとかっていう風に聞いてもらえるので、そういうところでも日本から来て、あ、一般的には日本でこうやって考えるから、これそんな特別なことじゃないよとかっていうだけで、こうクラスにちょっと貢献できるっていうか、確かにビジネスって国によっても違うだろうし、いろんな国のビジネススタイルとかって学べるの面白いですね。なんで確かに日本人がいることによって幅もぐっときっと広がるから、日本人の合格率は割と高いんじゃないかなって私も思ってます。基本的にそこもいいですしね。そうですね、日本人は本当真面目ですからね、真面目でトラブル起こさない、トラブル起こさない安心と安全のブランドですからね。学面とか学業面とかどうですか、大変なこともありますか。授業は基本的にはその1年間の間に MBA の全部を学ぶので、割と朝から夕方まで毎日、月から金まで授業があるっていう、週5で朝から週5で朝からあります。でそれ以外にもやっぱり次の時のための予習とかをしなくちゃいけないので、まあ、帰ってきてから読み物があったりとか、何かこう事前に動画を見て考えるとか、なんかちょっとしたこう自分のケースを書いてくるとかっていう宿題があったりとかするので、結構キツキツで、まあ、そうですね、学校行って帰ってきて、まあ、ご飯とか食べて夜からまたちょっとこう勉強する時間があってっていうのが月から金まではあります。すごいですね。それで旅行とかもします、楽しんでるからタフだなって思います。そう、一応土曜と日曜があるんで、土曜日はできるだけどっか行って、こう経験、せっかくこの1年しかないので、いろんなとこ行って見てみたいな、文化を学ぶという、文化を学ぶという名の小旅行に行きたいなと思って、で日曜日はちょっとこう平日やりきれなかった課題とか、まあそういうことをして過ごすっていう、すごいですね、充実ですね。そうですね、私もともとのキャリアがずっとマーケティングとか、ビジネスとかの方で来ているんで、会計とかファイナンスとかやったことがなくって、これの知識が全くないまま来ると、ちょっとその会計ファイナンスの授業はしんどい。正直しんどいですね。でも学びに来て
てるから、そう、それはそれでありですよね、まあ、その逆パターンも絶対あるじゃないですか、会計とか強いけど、うんうん、私マーケティングはちょっと弱くてとかっていうのも絶対あるし、そうなんです、ね、でなんかクラスメイトにインド人の会計士の子がいて、はい、その子にめっちゃ教えてもらってます。あ、でもめっちゃそれわかります。私もそのワイルドライフフィルムメイキングってメディア系の学生が半分とバイオロジーとか理系の学生がいるんですよ。それってすごい相反するものじゃないですか、クリエイティブ系と理系って。だからお互いメディア系の学生はバイオロジーの授業弱いし、バイオロジー系の学生はメディア系の授業弱いんですよ。だからお互いがそこを教え合うみたいな感じで、それがまたいいところだなと思って、まあそうですよね、学びの場で学生同士でコースメートとそこを補完し合えて、いろいろと自分たちで教え合うことができるっていうの、うんうんうん、すごい、そこもまた学びの幅広いなと思って。そうですよね、はい、MBA のこう面接で聞かれることで、はい、いくつかこう大体必ず聞かれることっていうのはあるんですけど、はい、まあ、もちろん志望動機とかキャリアどういうふうにしていきたいかっていうことがあるんですけど、そのクエスチョンの中の一つにクラスにどういう貢献ができますかっていうクエスチョンがあります、あるんですよね。パーソナルステートメントにも書きますもんね。自分がその入ったらどういう貢献ができるかっていう、どういうコントリビューションがありますかっていう、はい、そういう意味でそうですよね、自分のなんか強みがあって、うん、それをみんなに教えられるし、うんうん、その分みんなからもいろんなものを吸収してっていうのも、確かにこれもすごくこう社会人留学ならではのいいところかなっていう気はしますね。確かにいろんなバックグラウンドを持った学生が集まってくるから、うんうん、特に多分特にってことはないのかな、 MBA は本当に会計士さんがいたり、うん、法律家の人がいたり、なんかお医者さんがいたりとか、うん、まあ、私みたいなマーケティング系の人もいるし、はい、まあ、エンジニアとかの方もいるし、はい、本当にいろんなバックグラウンドの人が来て面白いですね、うん、まあ、それはある意味苦労な点でもあるけど、ね、ジェネラルなビジネスで幅広い分野を学ぶからこそ大変な部分でもあるけど、だからこそ面白いというか、他の人から学べることも多いですね。で、自分が教えられたり、起業してる人とかもいたりとか、はい、なんでそうですね、会計ファイナンスすっごい苦手ですけど、うん、まあ教えてもらえばいいんだ友達にっていう開き直りで、確かにそれなんか素直に聞けるようになったら勝ちですよね。もう本当に聞きまくってますもん、バイオロジー系の学生にこれってどういうことなのみたいな、うん、でも普通に教えてくれるからみんな。さっきアイエルツの勉強がまあ大変だったって話なんですけど、うんうんうん、実際イギリスに来てみて英語面はどうですか？英語面はね、やっぱりちょっとこう苦労しますね、うん、で、やっぱり MBA のコースだと話すことが求められるんですよね。確かに意見言ってなんぼ、意見を言ってなんぼっていうのがあって、それがやっぱり最初なかなかこう言えなくって、確かに、ね、日本人は特にそうです、間違ってること言ったら恥ずかしいとか、うん、なんか自分がこんなこと言っていいのかみたいな、そうですね、あとこれちょっと英語でなんて言ったらいいのかなとかって考えてるうちに、なんか次のとか言っちゃう、そうそう、どんどん次行っちゃうとかで、うん、あ、これはちょっと頑張らないとやばいなというふうに思って、はい、大変なんだけど頑張って必ず1個の授業で1個何かを言って言おうっていうのを最初の目標にして発言するようにして、でもだん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 それもやっぱり慣れてくるというか、でクラスメートもみんな最初すごいなと思っても、だからよくよく聞くと全然確かにそうは言ってないでも時々全然的外れなこと言ってる人とかもいるし、 いても別にそれが全然恥ずかしいことでもないし、 そっから議論が広がったりとか、そうなんですよ、先生もあ、それもまた別のいいポイントねみたいな、ちょっとでも今こっちの議論とは違うわねみたいな、軽くこう次に言ってくれたりするので、まあ、もうこれ何言っても別にいいんだなって、確かに誰の記憶にも残らないですから、誰もそんなの次の日覚えてないですから、誰も覚えてないし、自分が思うほど誰も気にしてないし、英語の間違いとかも別に誰も気にしてない、そんな気にしてないですよね、文法間違ってるとかって、うん、そうですよね、多分異国から来た日本人が喋ってて多少文法が違っていようが何にも思わないっていうのもだんだん分かってきたので、意見を言わないと何も考えてない人だって思われちゃうじゃないですか、海外だと、特に日本だとなんか当てられたら意見言えばいいし、うんうん、とかっていう感覚ですけど、言わなかったらあ、この人別に知識ないのかなみたいな風に思われがちだから、
それ授業で発言するっていう努力をするっていうのは来てから課題ですよね。やらなきゃいけないなって。いや、それは絶対そうですね、思いますよね。そのもともと外資にちょっと勤めていた頃にそれすごく思って、はい、日本の企業の会議って何も言わない人も全然いるじゃないですか。うん、むしろなんかその自分からなんか言ったら変なやつみたいな。そういう時ありますよね。はい、偉い人とかが喋ってると、 そこにこう割り込んで話すっていうのもなかなかしないけれど、会社に行くとやっぱりその会議に出てきてるのに一言も発言しないまま帰ると、あいついる意味あるのかみたいな。それ何回か繰り返すともう呼ばれなくなるっていう世界だったりもするんで、そもそもなんかそんなに大きいミーティングがないイメージですね、外資は。ね、なんかちゃんとチームでミーティングしてみんなが意見を言い合うみたいな、討論がそこでちゃんと議論があるっていうイメージですよね。それと同じで授業も意見を交わすことが大事。そうですね、ただね、やっぱ最初こうタイミングもつかめないっていうか、確かに日本はやっぱ受け身の授業に慣れてきちゃってますからね。日本の学校システムとしては、そして早い人は早いじゃないですか、はい、このかぶせ気味できます。かぶせてどん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 来るところにガーって入っていかないといけないから。確かにタイミング難しいですよね。いわゆるリスクフリーの状況じゃないですか。そうですね、クラスってセーフスペースというか、そうですね、みんな別に顔見知りだし、クラスメートだしって感じですよ。会社だとね、なんか変なこと言ってあいつ分かってないなみたいなことになるとどうしようとか思ったりもするけど、まあ、MBA はそれを学ぶ場ですもんね。そうですね、なんでスピーキングはちょっと大変だったけど、まあ、頑張ってやってますっていう感じですかね。留学後、はい、まあ、今留学してて1年ってあっという間だと思うんですけど、はい、卒業が9月ですか、私たち。そうですね、9月で卒業した後のご予定は。私は会社は会社に MBA 留学制度があったわけではないんですけれど、はい、まあ、ちょっと特別にお願いをして1年間休職っていう形を取らせていただいたんですね。なので、まあ、その元いた会社に戻るっていうのが基本です。その制度がないのに休職して留学に行けるっていうのは、そうなんですよね、なんか考えてなかったなっていうのもあると思うので、もしあれだったら聞いてみるのもすごいいいかもしれないですね、会社。そうなんですよね、うちもなくて本当にこうやってくれるかどうかも分からなかったんですけれど、はい、役員さんにお話しに行って、そしたら、まあ、こういう理由で自分は今このタイミングでイギリスに留学を1年間したいと思っている、はい、で、まあ、帰ってきたらきっとこういうところでこう役に立つと思うので1年間お休みさせてもらえないですかっていうふうにお願いしたら、それはすごくいいことだし、できるだけ、まあ、それが実現するように僕も動いてみるねって言って、会社にしてもメリットですからね。まあ、そうですよね、そういう風にして人材が育ってきて勝手に育ってきて帰ってくれるんだから。そうですよね、自分のお金で行って帰ってきてくれるわけだから、はいはい、それでただまあちょっとまあそこそこの規模の会社なので、勝手にじゃあいいよってわけにはいかず、なんかこう人事の会議みたいなのを経て、まあ、じゃあ手順を踏んでということにしましょうってなって、それだけでもね、だいぶなんていうんですか、社会人留学ってじゃあ仕事辞めていきましょうっていうのってリスク伴うと思うんですけど、そういう選択肢がもしあるんであれば、それだけでもだいぶリスクが軽減されますし、そうですね、戻る場所があるっていうのはいずれにしてもいいことですよね。そうですね、まあ、ちょっと安心というかね、ダメ元でも聞いてみたらいいかなと思いますね。どうせ別に行くっていうつもりでいるんなら、知らんものないですから、ね、知らんものないですからね。全般的に MBA 留学をおすすめしますか、今考えてる人がもしいたら。はい、もし考えてる人がいたら、私はもうぜひ挑戦してもらいたいなというふうに思います。私のイメージでも MBA 留学行く人ってガツガツ勉強してコンサルティングやったりとか、どん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 こう上を目指していくバリッとした人みたいなイメージがすごくて、でも MBA 留学のハードルもすごく高くて、高くてっていうふうに思い込んでたんですけど、実際は例えばヨーロッパの人が MBA に行くって言った時って、まあ、そういう人ばっかりじゃなくて、もちろんそういう人もいるんだけれど、ちょっとやっぱしばらく働いてきたし、ここで一つ自分の視野を広げようかなっていう感じで、一旦仕事辞めてまた入ってくるっていう人もたくさんいて、もっとこう気軽に考えてやれるような
感じで考えていいのかなっていうふうに思う。確かに日本での MBL 学っていうワードがすごくレベル高いイメージがすごいありますね。イメージがあるけれど、そんなことない。イギリスだと1年でできるし、まあ、その分費用も、はい、抑えられるし、まあ、学校からの奨学金も割とこう、それなりの額が、うまくいけば出るし、はい、若い人だと一般的なこう奨学金もたくさん、確かにあるんで、30歳前とか、なんか若ければ若いほどチャンスはありますよね。ありますね、なのでお金も自分が思ってたほどはかからないし、はい、まあ、その入学のハードルも学校によりけりで、いろいろこう自分に合ったところを選べるので、さっきの GMAT がなかったりとか、そうそう、調べてみればいろいろと意外と自分のレベルでいけるところがあったりとかっていうの、そうなんです。なのでぜひぜひ挑戦してもらいたいなと思います。1年間仕事をしないで自分のインプットに時間を使えるってすごい贅沢な時間だなと思うので、大人になってから分かるこの学べるっていう贅沢さ、贅沢さ、あんなにね大学の頃は時間があったのにやってなかったけど、戻りたいなそうなんですよね。まあでもそれこそ本当にちょっと冒頭の方でも言いましたけど、社会人留学の醍醐味だと思うんですよね、大学卒業して大人になっていろいろ仕事をして感じることっていっぱいあるじゃないですか。でその感じたことがある中で留学に行くと得られるものが全然違うなって、大学卒業してそのまま院に行く人とかもいいと思いますけど、社会人を経てからの学びってこんなにも身があるものなんだなっていうのがすごい、染みる、はい、染みますね、染みる、意欲も全然違うし、っていうので得られるものの重さが変わってくるかなっていうふうに思います。あとね、いろんな国から来る人と純粋にこう知り合いになれて、確かに、まあ、いろんなことをいろんな国のこととか教えてもらったりするのも、はい、単純に楽しいなっていう、単純に勉強以外のところで人生の幅広がりますよね。広がる広がる、挑戦もいろいろあるし、挑戦日々の中でそうですね、ちっちゃいことも合わせれば、もう毎日が挑戦っていう、毎日が挑戦ですよね。もう毎日家出るのしんどいですもん。そう慣れてきましたけど、やっぱ最初の頃はいろいろと新しいこと尽くしで、そうですよね、ちょっとバスどうやって乗ったらいいのみたいな話から、え、セルフレジってどうやるのとかそうそうそう、そういう小さいことのなんか挑戦が日々ありますよね。ありますあります、でもちょっとずつちょっとずつね、こうなんかレベルアップしていく感じが、実感できて楽しいですよね。しかもあと1年間だから、それこそ1年っていう短い時間でどれだけいろんな経験をするかっていうところもあるし、この1年でできることを何でもやりたいなみたいな気持ちにもなるからいいですよね。なんとなくちょっと行ってみたいなってもし思っている人がいたら、とりあえずちょっと調べてみるっていうところに一歩踏み出してみると、あれ案外こう現実味を帯びてくるんじゃないかなっていうのが、確かにそうですね、あるかな。しかも調べてみたら結構夢広がるし、あ、そうそう、ワクワクして、そうそう、あ、こんなところに行って学んでみたいとか、こんなとこ住んでみたいとかって思うこともあるし、こうなんか人生がちょっと豊かになるんじゃないかなっていう気がしますね。まあ何度も言いますけど、その出願自体はね、本当失うもんなんもないですからね、ないないない出願とりあえずじゃあしてみようっていうのでも全然いいと思いますし、そうですよね、はい、それで受かったら受かったで自信にもなるし、一回行かないからそこから決めればいいですしね、っていうほど、まあ出願が簡単にできるわけでもないですけど、準備とかもあるから、書類とかの、まあそうですね、はい、でもなんか無料カウンセリングとかやってくれるようなところもあるじゃないですか。確かにイギリスは結構大学院の出願がエージェントを通さないと難しいというか、基本的にはエージェントを通すのが一般的な感じですよね。ね、MBA もそうですよね。MBA も、まあ、自分で出すところもあるし、はい、自分でも出せるし、もちろん、あ、そうなんですね。そうですね。エージェントを通じてでも全然、はい、どちらでもなんですけど、そのエージェントに行くと無料でカウンセリングしてくれて、こんな大学ありますよとか教えてくれたりとかして、 BEO とか、私は BEO だったんですけど、なんか私も BEO 行きました。はい、はい、もう無料でお世話をちょっとしてくれる、はい、そうですね
BO とかは、あ、もう一つなんか有名なのありますよね、ちょっと忘れちゃいましたけど、無料感染入してくれて、もしそこでまあ出願を代行してもらうってなったら2万円のデポジット払って、で実際に合格して都営をしたらその2万円が返ってくるから、実質0円で、そうなんですよね、おすすめの大学を教えてくれたりとか出願の代行をやってくれたりとか、いろいろとサポートをしてくれるっていう。そうですね、あのパーソナルステートメントみたいなやつも、はい、添削してくれたりとか、はい、そう、その無料で受けられるサポートが割とあるので、うん、留学考えてるんであれば使ってみるっていうのいいですよね。そうするとね、夢も広がるし、夢広がりますね夢が広がることがまず大事ですからね。まず大事ですよね。あ、なんかしかも自分にも行けそうなところってあるんだっていうのがこう分かる、うんうんうん、あと私思ったのが GPA が絶対足りてないと思ったんですよ私。それこそ大学生の時に真面目に勉強してなかったからGPA 絶対足んないなと思って、うん、GPA 換算をしてもらったんですね、うちの大学 GPA 出してなかったんで、で、うちの大学の基準のものを、それも BO がやってくれたんですけど、うんうん、GPA に換算してもらったら意外と高くて全然大丈夫ですみたいになってあ、マジっすかみたいな感じで行けて、なんで GPA は大学の時成績悪かったしなとか思ってたら、一旦代理店に GPA 換算してもらって自分がどれぐらい GPA あるのかっていうのを確認してみたら、日本で GPA 出してる大学との換算方法がまた違ったりとかもするんで、あ、そうなんだ、日本の大学が出してる GPA 見てこれダメかもとか思ってもなんか計算し直してくれるんですよね、うんうんうん、でそうすると意外と足りたりするケースもあるので、うーん、諦めるには早いかもしれないです、はい、そんな感じ で、 そうです、ね、イギリス MBA 留学についていろいろと教えていただきまして、ゆるい感じで、いやゆるい感じがもっとかっちりされてる方の話をちゃんと聞いた方がいいと思うんですけど、どっちかっていうとこう、あの、ゆるく楽しくいける、裾野を広げるっていう方は私の話ですので今後だからこういう風に MBA もそうですけど、いろんな学部の人にどんな勉強してるのかって、こんな学部もあるんだみたいな、面白いなと思った人とかに話聞いていきたいなっていうふうに思ってます。私もそのふみさんがフィルムとかの、はい、ワールドライフ、フィルムメイキングっていうのを知って、そんなことを勉強しに来るっていう選択肢があるんだっていうのを初めて知って、はい、あの、いろんな方がいろんなことを勉強してるのを知れたらすごく面白いなと思います。あと、もしこう見ている方でこんなことを知りたいみたいなのがあったら、確かに、ね、こうコメントに書いていただけると、はい、もし MBA 留学興味あってマキコさんに何かある方がいればコメントしていただければと思います。マキコさんのツイッターも載せておきますので、はい、直接フォローするなりでもいいですし、はい、あの MBA 生活 の、 あのちょっとこう楽しい側面をクローズアップしたツイートをしておりますということでありがとうございました、はい、ありがとうございました。